ブラジル散歩。急遽ブラジル散歩です。いやー、ここ学校だったんですよ。だけどまあ廃校になったんですね、引っ越しじゃなくて廃校です。そしたらもう崩されちゃって、いやー大変ですね。学校もということで、久しぶりのブラジル散歩を撮影することになりました。お元気でしょうか。そんないい天気でもないんですが、夕方散歩になります。皆さんお元気でしょうか。ちょっと髪とかも別に散髪したわけじゃないです。たまには散歩しようと思って、今日は外出ずにパソコンばっかり見てたんで、やっぱり体が外出たいと希望するので出ました。散歩です。まあ、毎日ね 2,3,000 歩歩いてるんですけど、なんだかんだで平均 4,000 歩できたら 6,000 歩ぐらいがいいんでしょうけど、なかなかそうはなりません。あっちが綺麗ね、夕日、西の方です。あっちが、はあ、気持ちいいですね。空気がやっぱ青い。これハイヤーっていうね、いわゆる薬屋さんです。ドラガリア、ドラッグ、ドラッグって言うでしょ、薬のこと。ドラガリアって言います。特に何も話すことないな。なんでやろ、久しぶりだからね、なんか歩きながら喋るっていうのに忘れてしまいましたよ。でも昨日ヨガがあったんだけど出なかったんですよ。それもやっぱりちょっとやることがあって、最近ね、そうそう、体調良くなりまして、またこんなこと話してるとすぐ体調悪くなるんだけど、ヨガのおかげだと思ってます。あのヨガの日じゃなくても自習ヨガをちょっとやりますから、気持ちいいんですよ。柔軟体操と呼吸法を合わせたような感じですね。まだ初期、初級なんですけど、それでも気持ちいいです。あと睡眠もね、最近は昔より取れてるような気がします。でも今日昼寝をしました。このね、昼ご飯食べたらぐーっと眠くなるっていうのがこの1週間ぐらいなかったんですけど、今日はそれが久しぶりに起こって、もうどえらい眠くなって1時間ぐらい寝てたんじゃないかな。いつもなら20分ぐらいで済むんだけど、今日はがっつり20分タイマー起きても、わあ、もうすっごい眠いでしょ、でも結構その後仕事っていうか、何が仕事なのか分かりませんけど、でも仕事ですね、仕事しまして、結構できたと思います。文章を書くのがもう昔から苦手なのは苦手なんですけど、ここに至って年のせいか堕落のせいか、その文章を書く、文章をまとめる、思いをまとめるっていうのはどんな難しいのかいう感じだったんですけど、今日は形だけにはできました。でもちょっとね、そうクオリティはね悪いんだと思います。綺麗ね、でもそれも練習やと思う。ボケ防止で思ったことを文章にする、形にするっていう大事だと思います。この辺りはね、ボケ防止にもなってると思うんですよ。ちょっと勉強してそれを口に出して言って、作業ですね、大事です。あれいいわ、やっぱり。オフにはそのオフにはあげるだけだったらもうだんだんもう全く別のことを考えないでもできるようになるんですよ、ボケをね、読んでて。それが後で説明するっていう義務付けしたんですよ、私。そしたら
それがやっぱり活性化につながっていると思います。後で説明するんだという思いで読むとちゃんと読むでしょう。だからあれもいわゆるちゃんとした先生のように説明はできてないですけれども、でもまあ大まかに大きく間違っているというわけでもないんですよ、ね、ちゃんと先生の本も読みながらそのお伝えしております。勝手なことを言ってるわけではないです。ですからまあそれが勉強になりますよね。あ、今までこういう思ってたけどこうなんだとかいうこともたまにあります。毎日そうじゃないですけど、同じことの繰り返しになりますけど、それあえて、まあ、また同じ説明や、また同じ説明をするにはとか思うときもありますけども、それを、はしょらずに、説明するんですね。五章とかそういう言葉をね、安心、信心、欠場、道場、そういう言葉をちょっと解説するように自分を仕向けるとちょっと活性化することはあると思います。まあ本を出して読むといいって言いますけど、それをまた解説するといい。ポルトガル語も本当はおそらくブラジル人が聞いてたらほとんどわからないですけれども、やってみますか。そう、自分に仕向けることでもうポルトガル語をとにかく喋るんだという意思が生まれるんですね。そういうことあるんだなと思って、やっぱりほらよく言うじゃないですか、下手でも喋れ喋れって、これは本当なんだなと思います。まあ、ファビアと暮らしてるから、まあ、ファビアと日常会話してるでしょ。仏教の言葉はまた難しいんで、分からないと言います。まあ、日常会話でもね、ファビアはね毎日僕といるから分かるんですけど、今日もねモントさんに電話したら全然通じませんでした。おばあちゃんだったけど、あ、ポルトガル語しか喋れないおばあちゃんね、まあ、そんなもんですよ。うわ、来たワンちゃん。あ、きれいきれい。というわけで、気持ちいい。やっぱり歩いてよかった。夕方散歩でこうやって喋るのもいいかもしれない。最初全然喋れなかったでしょ。今度はペラペラ喋れるようなこういうのも、習慣化すると、いいのかもしれません。あんまりね喋りすぎると嫌われるけど、独り言ならいいでしょ。話が止まらんっていう、でもまあそれも本当話すっていうのはいいことだと思います。綺麗ね。バイクはねわざとうるさくしてるんですよ、自分を守るためにね。あそこのガソリンスタンドまで行って帰ろうかな。ここのバイクも全部デリバリーのバイクです。ほんで、まあ今ね、インターネットで、ブラジルもインターネットで、Uber Eats じゃないけど、いろんなシステムがありまして、それで、バイク便で届けてくれるんですよ。で、早く届けないといけないっていうのもあって、バイクの人、そういう仕事の人が、バイク音を出すようにしてるんですね。まあまあ、バイク便。だから電気バイクもね最近走ってるんですよ。高いやつから安いやつまで。だからあれもねおそらく将来わざと音出すようにするんじゃないかな。静かすぎると注目されないわけですよ、うるさいなと思われた方がバイクは身を守れるっていうね。またあのスピード出してね狭いとこくね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 行くんですよ。もうあれ迷惑なんですけど、まあ早く届けろっていうことなんでしょう。お、綺麗ね、あそこライブしてる。あ、何やろあれ、夜市かな、違うわ。ああいう場所をガソリンスタンドがやってる。
あ、違う、あれソンや、ソンってスピーカーや、ライブじゃなかった。まあガソリンスタンドも大変らしいですよ、商売が潰れてるとこもありますかと思えばまた立ったりね。綺麗ね、シェルって綺麗だよね。クリスマス、クリスマスモードになってる。はい、というわけで一旦ここで切って寺の前まで来たらチャウチャウしようかなって思います。あと今戻ります、あっち側に渡ってからにしようかな、あっち側に渡って戻ろうか、それともこのまま戻ろうか、このまま戻るわ。はいはい、ほら戻ってきた、バイク便ですよ。ということでまた後ほどブラジル散歩。はい、ということで、もうお寺に着きます。だいぶ暗くなったでしょ。皆既日食とかブラジルでもあったんでしょうかね、知らないですよ。でもすごい綺麗な満月でしたよ。ここら車屋さん、中古屋さん多いんですよ。なぜかね、お寺の周り中古屋さんが多いんですよ。つかサンパウロもそうなんですよ。サンパウロの別に周り中古車部品屋さん、中古車屋さん、タイヤ屋さんがいっぱいあるんですよ。たまたまなんでしょう。今日お寺でカラオケの日です。僕もね前参加してたんですけど、もうそろそろまた復帰したいんですけど、なんかね今練習してます。カラオケのダム、カラオケダムっていうのがあって、アプリがあるんですよ。そのアプリはなんか1日3曲まで無料で練習できるんです。毎月560円ぐらい出すと、380円だったかな、無制限に歌えて、いろいろアドバイスをしてた音程すごいですよね。お金払う、カラオケボックス行くと思う。今毎月360円で歌いたい放題だったらええように思うんだけど、まあそこまではまだ思ってないですね、自分一人のために。なんかお寺でそういう会があるんだったら払ってもいいですけどね。ということで皆さん、久しぶりのブラジル散歩でした。いかがでしたでしょうか。またお会いしましょう。チャチャオ、お話チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お寺の地層か、暗いからね。